アシスタントスタッフの金田恒子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ金田先生のですね、はい、今年度ですね、やりたいこと僕もお聞きしたいと思いますが、はい、じゃあまず仕事編。仕事ですね、はい、今年度はアシスタントスタッフということで、はいはいはい、まあ、先生方の仕事を見て、はい、でなんかこう急を要するかなとか、はい、ちょっと大変かなって思った時にさっとお手伝いに行けるようにさっとさっと、はい、したいと思ってます。はい、はい、そのためにこう金ちゃん走りをこう鍛えてるってことではないですね。そうですね、はい、同じく足の速さにはね定評がある金田先生ですから、ぜひ運動会のリレーにもという声が毎年上がるんですけどね。ちょっと私の耳には入らないんですけど。あ、そうですか。そうなんです。はい、皆さん声を上げてください。はい、いろいろね難しい面あるかもしれませんけどね、ベテランの金田先生ですからです、かゆいところに手が届くじゃないのかなと思ってます。はい、じゃあね次はプライベートについてですね。プライベートの方はですね、はい、まあ、今お話が出たようにちょっと体をパッと動かせるように、はい、家から自転車で職場まで、まあ、幼稚園まで、はい、まあ、昨年度も来てたんですけど、はいはい、うん、だんだんと暑いから今日はいいか、あ寒いからいいかってだんだんと車になってしまったので、はい、今年は少しでも長く自転車で通える。自転車を担いで担がない、自転車に乗ってですね、こいでこいでこいで、自転車担いでくるわけじゃないですね。で、着たいことと、はい、あともう一つは思ったらばすぐ実行、はい、していきたいなと思います。今まで、うん、あそこがちょっと汚れてるかなとか、あ、はい、こんな風にしたいなと思って、あとでいいや、あとでやろうっていうことを後回ししてて、ついそれ忘れたりとかして、で後で、あの時やっとけばよかったなっていうことが多々あったので、年はとにかく思ったらすぐ実行、はい、ただその時のまあ状況とかもあると思うので、はい、まあ、もし今やってることがとにかく一番大事なことだったらそれが終わってからやろうとか、うん、じゃあこの仕事が終わってじゃあ明日やろうかなとか1週間後にやろうって、まあ、ある程度こう筋道っていうか先を計画立てて、立ててやっていこうかなって思ってます。はい、スマスもできる金田先生ができる道っぽいになるわけですね。しかも自転車を担いでくる、風がないですね、乗ってくるということですね。皆さん雨が降っても風が吹いても金田先生自転車で来ますので、見かけたら金田先生って言ってあげてください。はい、もう息を切らすことなくはーいっていうことが出てくると思いますので、はい、じゃあ今年1年よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。